こんにちは私はパソコンを長年使っていますただ今はスマホの方がよく使われていますよねなのでパソコンをこれから使うという人もいるかと思いますまたパソコンは今まであまり使ってなかったけどこれから使いたいと思っている人もいるでしょう本日はパソコンで入れるべきソフトについて私の視点でお伝えしたいと思います私は過去に macOS も使ってましたけど現在は主に windows でパソコンを使っています なので、本日は Windows でパソコンに入れるべきソフトについてお伝えします。なお、入れるべきソフトは何をしたいかに依存します。ですので、一人一人違うのが当たり前なんですけれども、誰もが入れておいた方がいいソフトについて、今回は紹介したいと思います。それはこちらです。Microsoft Office。Word とか Excel などですね。ブラウザー。Google Chrome や Firefox など。Acrobat Reader。セキュリティソフト これは eSet などです。パスワード管理ソフト、ラストパスなどですね。IME ソフト、ATOC、OK、や Google 日本語入力などです。テキストエディター、EM エディターやテラパッドなどです。あとはその他ですね。ただ、実際これらのソフトがなくても困らないのであれば入れなくても大丈夫です。パソコンで何かをやるときに必要だと思ったときに検索エンジンなどでソフトを調べてインストールすればいいからです。 いかがでしたでしょうか誰もが入れておいた方がいいパソコンのソフトについて紹介しましたただパソコンはいろいろなことに使える道具ですので使い方は千差万別ですですので今回ご紹介したソフトを使わなくても特に困らないこともあるかと思います例えばパソコンを使って絵を描きたいという場合にはお絵描きソフトを入れるだけでもいいかもしれませんまたインターネットをしたいだけであればパソコンを購入した時に標準でインストールされているブラウザーでこと足りる場合もあります ただパソコンについて何もわからないという場合にはとりあえずインストールしておいてもいいかなと思うソフトはやはりあります実際にはパソコンのメーカーから購入した時には標準でインストールしてあるソフトを削除した方がいい場合もあります結局自分でパソコンを使いながら自分好みのソフトをインストールしたりアンインストールして自分用のパソコンにしていくというのがいいと思います本日の動画は以上で終わりですご視聴ありがとうございました